ねえミラ、さっき精霊が教えてくれたって言ってたよね。それも神様の器としての力なの？いや、そうではない。キャスクが神になったことで私には別の使命が生まれた。その使命を果たすために私は精霊たちと契約を交わしたんだ。もっとも、精霊と契約できたのはマナの息吹を感じ取れる力のおかげだがな。ほえ、変わった戦い方や思ってたけど、精霊の力やったんか。ああ、今の私は四大精霊を刺激できる。精霊か、言い伝えには聞いていたが、まさか実在するとはな。その力で果たす使命っていうのが化身を倒すことなの？その通りだ。ベルベットとはぐれた後もミラは化身を倒して回っていたの？そうだ、すべての化身の討伐、それが今の私の使命だからな。しかし、その旅の途中で私はキャスクの異変を感知した。今思えば、キャスクが地上に降りてきたことで私はあいつの異変に気づくことができたのかもしれない。俺たちと戦うために降りてきた、あの時だね。キャスクは破壊の意志に囚われている。さっきもそう言っていたな。何か心当たりはないのか？わからない。ただ漠然と感じるんだ。私のよく知っているあいつではないと。だからキャスクを止めることにしたの？そうだ、化身の討伐より今はキャスクに会うことを優先すべきだと判断した。破壊の意志、それにキャスクが従い効率よくことをなそうとするなら、向かう場所は大樹しかない。そこで私は大樹グラスバレーに当たりをつけ目指すことにしたのだが。破壊されたのは別の場所の大樹だったというわけか。ああ、実際に破壊されたのは南東にある大樹イヤハートだった。確率は4分の1だもんな。そりゃ外れるのも無理はねえよ。完全な山間で動いていたわけではないんだがな。大地の精霊の声を聞き、弱っている大樹が二つあることは分かっていた。そのうちの一つであるグラスバレーを目指していたのだが、先にイヤハートが破壊されてしまったというわけだ。じゃあ、今向かっている大樹には？確実に破壊の手が迫っていることになる。時間はあまりないかもしれない。うちらミラに言われるままついてってるけど、その大樹班はどこにあるん？大樹グラスバレーはこの先のウィガセイヤという村の近くにあるはずだ。ウィガセイヤだと？知ってる場所なの？イージス。ウィガセイヤは俺の生まれ故郷だ。歩くだけってのは退屈でしょうがねえよ。あとどんぐらいで着くんだ？まだしばらくはかかるはずだ。あ？んだよ、何見てんだ？いや、お前だけ他の皆とは雰囲気が違うと思ってな。だから不思議なんだ、そんなお前が私に協力してくれることが。何勘違いしてやがんだ？俺は別にお前に協力するつもりなんてさらさらねえよ。大樹がどうなろうと世界がどうなろうと知ったこっちゃねえ。俺はただ面白くなりそうな方向に歩いてってるだけで。なるほど、どうやらお前は善人ではないようだな。悪いか？いや、力を貸してくれるなら贅沢を言うつもりはない。なんかそこまで物分かりよく達観されっと逆にムカつくな。つかよ、お前かなり強いだろ。ちょっと俺と遊んでみねえか？どっちが強いか軽く命かけてよ。襲ってくるなら容赦はできない。怪我をすることになるぞ。いいね、そのくらい強気だとこっちもやりがいがあるぜ。ビシャス、何やってるのさ。邪魔すんなからだ。
今こっちはこっちで楽しむとこなんだからよ。それどころじゃないよ、執行者が。なんて数だよ。またこれを相手にすんのか。トガビトは消え去れ。これ以上罪を重ねる前に消えちまえよ。あんたたちみたいなのがいるから、この世界からいなくなってくれ。分かってはいたけど、うちらほんまに嫌われとんのやな。これだけの数の人が俺たちが消えるのを望んでる。カナタ、それでも。分かってるよ、ミゼラ。どんなに望まれても、今死ぬわけにはいかないんだ。遊んでいる場合ではなくなったな。だね。まあ、いいや。こっちはこっちで楽しむからよ。来やがれ、執行者。退屈しのぎくらいにはなってくれよ。数がすごいけど突破する。みんな行くよ。どうにか切り抜けたか。ええ、もうダメ。疲れすぎて吐きそうだわ。なんや、いつもより執行者多ない？いい加減堪忍してほしいんやけど。それだけ世界の憎悪が俺たちに向いているということだろう。しばらくはこの状態が続くと覚悟した方がいいだろうな。マジかよ。ねえ、それよりなんだか霧が濃くなってきたよね。ちょっとオープン、見えへんからってどこ触ってはるの？オーレン最低。は？触ってねえよ、誤解だっつの。せやろな、嘘やから。冤罪につながる嘘禁止。霧があるってことは大樹に近づいてきたのかな。ここから北に少し歩いたところがウィガ聖夜だ。だがこんなに手前から霧が濃くなっているのは初めてだぞ。攻撃を受けた大樹が自己防衛のため通常より広範囲に霧を散布しているのかもしれない。うっぜえな。これじゃどっちが前かわかんねえよ。それなら心配いらない。みんな私の手に触れてくれ。何をするの？この霧はマナによって作られたもの。ならば霧を生み出しているマナと相反する属性のマナを体に定着させれば。少しチクッとするぞ。霧が消えていく。正確に言えば消えたわけではない。お前たちの視界には映らなくなったというだけだ。ほえー、便利なもんや。なあ、ミラちゃん、降りて相談があるんだが。どうした？俺の視界の女の子の服だけを映らなくすることはできるのか？みんな、あそこを見てみろ。あれってもしかして大樹？驚いた。こんな巨大なものが村の近くにあったとは。大樹言うだけあってご立派な大きさやな。まだ結構遠いね。少し進んだ先に小さな集落があるはずだ。そこで一旦休んでいくか。せやな、さすがにうち疲れてもうた。そうだね、急ぎたい気持ちはあるけどちょっとだけ休憩していこう。ミラもそれでいい？少しなら賛成だ。英気を養うのも大事だからな。よし、では行くぞ。誰も突っ込んですらくれねえとは。ニッキュ。おう、ニッキュ、お前は分かってくれるよな、男のやむにやまれぬ下心を。ニッキュ。なんだよその目は、軽蔑してるのか。チクソ。
しょうめ。どうせ俺は欲望丸出し中年親父ですようだ。こうなったら気が済むまで叫んでやる。透けた世界よ、こんにちは。なんか後方からすごくくだらない叫び声が聞こえた気がするんだけど。見たらあかんよお嬢、変なのが映ってまうから。着いたね。どこかに休める場所はあるかな。一時的にでも部屋を借りられればいいのだが。いや、どうやら身を隠した方が良さそうだ。え？あのトガ人ども絶対に許せない。まだ生きてるのか。だったら一刻も早く消えちまえ。トガ鬼もトガ人もこの世界からいなくなってよ。あら、一致団結しちゃってるよ。会ったこともねえ事情も知らねえ他人によくもあそこまで怒れるもんだ。仕方がないよ。俺たちすごくたくさんの人を死なせちゃったことになってるんだから。おい、ビジョンセントラルに誰かが映ってるらしいぞ。行ってみようぜ。また次のトガ人候補か。嫌な世の中だな、まったく。こんだけ熱狂的やと変装してても無駄かもしれへんね。部屋借りるんは無理やな。どうしよう、カナタ。休むのも難しそうだね。みんながビジョンセントラルに集まってる間に俺たちはここを抜けよう。それが賢明だな。聞いてください、私の話を。この声はどうしたの、イージス。今の声、ビジョンセントラルから。まさか、まさか。イージス、どこに。誰か映ってるの、天影か。それにしちゃ様子が。なぜ。私はハーケンアルバ。ネモアルバです。今多くの人を犠牲にしたトガ人と言われているイージス・アルバは私たちの息子です。え、じゃあ、あの二人は父さん、母さん。皆さん、私たちの話をどうか聞いてください。イージス・アルバは私たちの息子です。皆さん、私たちの話をどうか聞いてください。父さん、母さん、何をするつもりなんだ。私たちはイージスを騎士にすべく幼い頃から厳しく育ててきました。誰よりも正義感が強く優しいイージスにとって騎士はまさに天職だと思ったからです。イージスは私たちの期待に応えてとても立派になりました。ミダスメグールの騎士団長にも抜擢された。本当に本当に私たちにとって出来すぎた息子です。あの子は私たちの誇りなんです。父さん。かけがえのない大切な息子です。私たちの宝物なんです。母さん。だから皆さんにこれだけは言いたい。息子はトガ人なんかじゃありません。非道に手を染めるなど断じてありえないんです。あの天影は何かの間違いです。イージスが大勢の命を奪うような真似をするはずがない。私は息子を信じている。だからどうか、どうかもう息子の執行を願うのをやめてください。あの子は無実です。絶対に悪い子じゃないんです。だからもう息子を責めないでください。イージスはトガ人ではない。それを言いたくて私はこの姿を自ら転生しています。どうか信じてください。息子への制裁の祈りをやめてください。
とても優しいご両親だね。でも、これはあかんよ。何言ってやがるんだ。あれだけのことをしておきながら、火山を噴火させるために主を殺したところ、しっかり敬意されてたじゃないか。何を信じろって言うんだよ。大体イージスって国王ゲイデルの妃を寝取った男だろ。そんな奴の親が何言ったってよ。そもそもちゃんと両親が教育しなかったからあんな恐ろしいトガ人になったんじゃないの。ああそうだ、両親だって同罪だ。子供の罪は親の罪って言うしな。罪深いトガ人を産んで育てたこいつらも同罪だ。許してくれだ。冗談じゃない。トガ人をかばうお前らも消されちまえばいいんだ。まずい。やめろやめろ。トガ人をかばう愚かな親め、お前らが育て方を間違ったのが悪いんだろうが。かばうのなら同罪だ。トガ人の親など消えてしまえ。人殺しの親が何を偉そうに。お前らもトガ人になれ。一緒に消えろよ。消えろ。消えちまえ。消えろ。消えろ。助けに行かなきゃ。村は近いんだろう。走るぞ。ち、こんな時に。時計、今はお前たちに構っている暇はない。みんな、すぐにここを突破してイージスの村に急ごう。ミラも手を貸して。もちろんだ。待っていてくれ、父さん、母さん。すぐに行くから。一気に行こう。全速力だ。くそ、まだ着かねえのか。父さん、母さん、どうか間に合ってくれ。イージス、きっと間に合うよ。イージス、きっと、絶対、絶対に諦めたらあかん。信じて走るんや。みんな、本気切る。ねえ、なんざうまくいってから言えよ。また来たみたいだぜ。行かなきゃならないんだ。すぐに終わらせるぞ。ここがイージスの。父さん、母さん、どこにいる。お前、イージス。父さんと母さんはどこだ。教えろ。なぜ答えない。それ以上村の者に近づくな。あなたは村長。出て行け、トガ人。ここにいられては我々までお前と同罪と思われるではないか。そん
な言い方。待ってください。イージスはご両親を助けに来ただけです。せめて父さんと母さんの、父と母の行方だけでも教えてください。お願いします。そんなもんとっくに執行者に消されたに決まってんだろ。逃げ回ってかくまってくれとか言ってきてよ。迷惑な話だ。トガビトをかくまったらこっちまでトガビトにされちまう。そんなの冗談じゃねえから蹴飛ばしてやったぜ。お願いしますとか土下座されてもよ、知らねってんだ。俺たちは巻き込むんじゃねえよ。黙れ。それ以上口を開いて私を怒らせるな。なんだよお前。本当に父さんと母さんはもう、答えてくれ村長。お前の両親は惨めにも執行者から逃げようとしていた。故に我々で捕獲したのだ。なぜそんな知れたこと。我々は卑劣なトガ人であるお前とも、お前の両親とも無関係だと世間に周知させねばならなかったのだ。トガ人の肩を持てば、今度は我々が罪の刻印を刻まれてしまう。そんな恐ろしいことがあってたまるか。じゃあ、イージスの両親は、本当にもう。捕獲した二人は、そのまま村から放り出しておいた。あれでは逃げることもできまい。わかったらお前もさっさと失せろ、イージス。その仲間もだ。薄汚いトガ人の居場所など、ここにはないと知れ。なぜ？聞こえていなかったのか、イージス。それとも、お前も我々の手で縛り付けてやろうか。みっともなく、醜くあがいた両親のように。貧民の分際で、ガキが成り上がったといい気になってるからこうなるんだ。さっさと消えてよ。平和に暮らしてる私たちを巻き込まないでちょうだい。そうだ、こいつら家族の家は焼き払ってしまおう。そうすれば、誰も我々が汚れた一家の仲間だとは思うまい。それがいい。そうしよう。なぜそんな真似ができる。みっともないだと、醜いだと、どの口が俺の両親を恥ずかしめる。許さん、このような非道、許していいはずがない。まだ全員、俺が叩き切ってやる。イージス、落ち着いて。邪魔をするな、カルタ。こんな奴らは人間じゃない。こんな奴らは。イージス、こりゃダメだ。口で言って止まるような状態じゃねえ。イージス、それでも俺は。どけ、あなた。嫌だ、どかない。こんなのイージスらしくないよ。うっさい、黙れ。邪魔をするな、カナタ。どけ。嫌だ。イージスこそ正気に戻って。俺、イージスと戦いたくなんてないよ。どけと言っている。嫌だ、どかない。だってここで解いたらイージスが死んでしまう。俺がだと。そうだよ。ここで村の人を切ったりしたらイージスの正義が死んじゃうんだ。そうなったら絶対後悔する。今以上イージスが苦しむことになるのは嫌なんだ。無な口を。こんなイージスの姿、ご両親だって望んでない。まだ綺麗事をほざくのか、お前は。綺麗事だとしても、でも俺は。どけ。
ピザス言って聞かねえなら叩きのめすしかねえだろ。ピザス、お前までなぜ止める。お前はいつも言っていたはずだ。自分の意志に従えと。俺は今俺の意志でこのゲスを切る。それを止める権利がお前にあるのか。気に入らねえ気に入らねえんだよ。何が意志だ。てめえはそんなもんなのかよ。イージス騎士だ正義だほざいてたいつものお前はどうした。こいつらを切るだ。そんなもんがお前の本当の意志なのか。見込み違いだったぜイージス。てめえにブラッドシンを使う資格はねえ。あ、ブラッドシンが消えた。じゃあね。くだらねえ。しばらくそこで寝てる。仲間割れか。いいざまだなイージス。罪人一家の息子には地べたがよく似合っているぞ。あの男まださてと。さてと。なんだ、なぜこっちに来る。今のイージスはクソつまんねえやつだがよ。それよりクソのクソほどムカつくのはてめえらだ。死ねよ、ウシムシ。足を撃たれた。違う。ピシャス、何を。食んじゃねえ。悪いが俺は正義の騎士様じゃねえんだよ。今更人を殺したところでどうってことも。どうせこの身は罪で汚れ切ってるんだからよ。トガ鬼として。やめてくれ。黙れ。致命傷は避けたが、クズみてえなやつほどしぶといんだよな。一人も逃がさねえよ。ピシャス、やめて。ダメだよカナタ、近づいたら巻き込まれちゃう。でもあのバカ鬼、あんたが周り見えなくなってどないすんねん。とにかく身を低くしてあいつから離れろ。巻き添え食らっちゃたまんねえよ。やめてくれ。我々は間違ったことはしていないはずだ。そうだな、てめえら間違っちゃいねえ。周りの決めた当たり前に乗っかっただけだもんな。自分の頭で考えることを放棄して気持ちよかったんだろう。みんなで一緒に悪いやつを足蹴にするの。その快楽によってお前らは気づきもしなかった。人を殺したこと。違う、俺たちが殺したわけじゃない。俺たちは無実だ。無実だとしても無罪なわけじゃねえだろ。無自覚な殺しほど醜いものはね。命を奪うなら覚悟を持て。肉をえぐる銃弾と一つになれ。血濡れた刃を自分と重ねろ。それが殺すってことだ。イージスみたいなアマちゃんにはできやしねえ。だから俺がてめえらを一人残らず殺してやるんだよ。ピシャス、もしかしてイージスに殺させないために自分の手で。ピシャスがそんなこと考えてるとは思えないわ。ただ単に自分がやりたいだけでしょ。それはすごいことなのかもしれないね。カナタ、ピシャスは罪を背負うことに迷いがないんだ。
今この時の感情に従って一人一人を覚悟を持って殺すと決めてる。それが罪だと自覚しながら、そんなの俺には真似できないよ。やめてくれ、お願いだ。悪いね、もう決めたからよ、死ね。やめろ。なんだと。やめろビシャス、もうやめてくれ。こいつらは死んで当然のゲス、そう言ったのはお前じゃねえかよ、イージス。ああそうだ、こいつらは父と母を見殺しにし侮辱した外道だ。絶対に許すことはできない。だが、だがそれでも殺すな。なぜだ。復讐に正義はないからだ。ああお前のおかげだジャス。お前に撃たれ血を吹き出しのたうち回る彼らを見て分かった。こんなことは間違ってる、しちゃいけないことなんだ。父さんも母さんも最後まで俺を信じてくれた、誇りだと言ってくれた。その思いを裏切ることだけはしたくない。そうかよ。ミゼラ、ビシャスに撃たれた人たちを治療してあげて。わかったわ。とりあえずもう出てって大丈夫な感じ。ああ、ハラハラさせてくれるわ。キュキュ。今度はなんだ。マナが大きく乱れている。これを。